はい、どうも、ストックロックです。今日はですね、バングッドさんから提供していただきました、まあ、いつもと違う、ちょっと変わったものを紹介していきたいと思います。それはこちら、レーザーの距離計ですね。ちょっと自分も使ったことはないんで、ちょっと楽しみにしてます。でね、どうやらね、スマホとも連動できるみたいなんですよね。ちょっとそのあたりがすごく気になってるんで、今日はこれのね、使い方を含めてレビューしていきたいと思います。では早速、開けてみます。まあ、シックな箱ですね。黒なんで。はい、説明書。これアプリかなんかを取るのかな、この QR コードで。説明書はね、もう完全中国語ですね。英語で書いてる部分も何もないので、まあ結構理解するのは大変そうですけど。でこれが本体ですね。なんかちょっとおしゃれですよね。なんか思ったよりちっちゃいっすね。めちゃくちゃ小さい。人差し指と同じぐらいかな。配線類もあると思うんだよな。あ、入ってる入ってる。はい、中身はね、至ってシンプル。本体と、まあ、充電のケーブルですね。これと説明書だけです。これしか入ってませんでした。まず充電してった方がいいのかな。 USB は Type-C のケーブルですね。側面に挿してで充電する感じか。これを剥がしていいのかな。おお。あ、これ剥がすとね、もう本当に何にも書いてないようなただの黒い物体ですね。まあ、まずは充電していきたいと思います。充電している間にスマホの方に、アプリを入れていきたいと思います。でアプリの入れ方なんだけど、まず説明書にあるね、この QR コード、これを読み取ると Xiaomi のアプリが出てきます。それをまずインストールして初期設定をしていくんですけれども、なんかアカウントを作らなきゃいけないっぽいんで、まあ、今回は実験なんでね、作っていきたいと思います。まずインストールしてアプリを開いて、でアカウント作成と、でメールアドレスを入力するんだね。はい、 OK。 次は、はい、ロボットではないのでロボットではありません。次に、自転車のタイルをすべて選択してください。自転車ないぞ、バイクしかないけど、まあバイクのことなんだろうね。はい、信号機、信号機。はい、次はパスワードの入力。よし。はい、でまたロボットではありませんと。また信号機。いやー、この海外の信号機って分かりにくいっすよね。どれが信号機なん、これ、これ。どうなんだろう。階段。はい、階段、階段。うん、こういう方が分かりやすいですね。アカウントをアクティブ化してください。でメールを飛ばしたそうなので、メールを開きます。これだ。はい、アクティブ化。うん、はい、アクティブ化にしていきます。で完了ですね。OK。 まあ分かるんだけど、簡単な画面すぎるよね。これで登録が終わったので、ログインしてみましょう。よし、サインインします。お、デバイスを追加を押すと出てきましたね。はい、これを選択します。はい、おお、簡単、デバイスの追加に成功しました。これでいいのかな。仕事部屋にしよう。よし、じゃあ次へ。よし、これでいいのかな。マイクへのアクセス許可しない、受理。アプリは全部日本語で表示されるみたいですね。承知しました。ちょっとね、充電がまだ終わってないんですけど、ちょっとは使えるかなと思うんでやってみたいと思います。はい、持ってきました。でね、充電中はね、ここに文字が浮き出てくる感じですね。で今ちょっと画面上だと点滅してますけど、実際に目で見ると全く点滅してないですね。綺麗に映ってます。見た目がかなりスタイリッシュでかっこいいかなと思いますね。で実際の測定方法なんですが、多分まあこの先端からレーザーが出るんだと思うんで、で押せるボタンってこの横のボタンしかないんですよ。この親指のところですね。ここを押すと多分、あ、今レーザーが出てます。見えるかな。これだと見やすいかな。で多分もう一回押すと測れるんじゃないのかな、この距離を。あ、出ました。0.139m、 13cm9mm ですかね。これなんか表示さ、ミリ表示とかにできないのかな。でもかなり遠くを測るようなものなので、まあいいのか。お、 1.294m。 あ、これすごい便利。めちゃくちゃ簡単に測れますね。あー、なるほど。これを例にすると、この機械の
ここからこのレーザーで当てた部分までの距離、またはこの前からレーザーのこの当たる部分までの距離、これをね、基準がアプリで選べますね。これ本体では選べないのかな。長押しで電源のオンオフができて、もう一回押すとレーザーが出て、でもう一回押すと距離が測れると。でこの測ったものがこっちに飛んでくるのかなと思いきや、飛んできてないんだよね。お、来たー、来ました。最初に表示されてるやつを左にスワイプして削除してあげると、あ、すごい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 測ったものが全部スマホに飛んでくるようになりましたね。例えば、おお、すごい、これはちょっと感動ですね。あ、すごいっすね。で、これ距離合ってんのかな実験をしてみます。この箱から30センチ、後ろを30に合わせますか。なんかちょっとずれてる気するけど、まあこれで誤差どれぐらいあんのか。えい、あ、30.3mm、 3mm もずれてるように見えないんだけどな。うん、30.3mm、 ずっと 30.3mm だな。まあ 3mm ぐらい誤差が出てるような気がします、近距離だと。あ、これで 60cm にしてみましょうか。 60cm でどれだけ誤差があるのかやってみたいと思います。まあ正確に測れるのかわからんが、よし、ではやってみます。 61cm、 なんか結構誤差あるな、そんな気がする。あー、ちょっと分かりました。こういう仰向けの状態で測ると測れなかったりするんだけど、立てると測れますね。これ何なんだろう、なんかそういう注意事項あるのかな。立てると、はい、容易に測れますね。後ろ基準にして、はい、この状態でじゃあ立てて測ります。 50.3、 うん、やっぱりね、常に 3mm ぐらい誤差があるので、僕の個体の場合は 3mm 引いた方が正確な数字が出てる気がする、どの距離で測っても。レーザーはね、この穴の真ん中から出てると思ってたんだけど、ちょっとこっちに寄ってるんですね、そもそもこっち側に。でこのスマホの連動機能はすごくいいなと思います。でこの展開図面モードっていうのもあるんですよね。手書き平面図、これで測ったものが出てきたら面白いのにね。線を書いて、あ、なるほど、できるわ、測ったやつを入れれるんだ。あ、これめちゃくちゃ面白いですね。例えばですけど、じゃあ僕の小屋の4辺を測ってみたいと思います。はい、ではこれからレーザー距離計を使って小屋の四隅を測って、小屋の図面をスマホのアプリに書いてみたいと思います。四隅測るだけなんで、ただ四角をね作るだけなんですけれども、まあこの実際距離計を使ってどのようにできるのかやってみたいと思います。まずこの壁ですね、壁から反対側、この距離を測っていきます。この辺がいいかな、ちょうど自分が邪魔だな。よっ、はい、今が3m50cm、 1mm ですね。これを四隅で全部ね、反対側にレーザーを飛ばして距離を測っていきたいと思います。この辺かな、こっちは物で溢れかえっているので、この辺から飛ばします。次はラストです。はい、はい、これで四隅の計測が終わりました。今アプリの方を画面に映しますけれども、手書き平面図っていうのを選びましょう。それでこの下の線のボタンを押して、で実際に書いていきます。最初に測ったのはこうですね。でタッチすると黄色いラインから白い点線に変わりますん で、 でこれをまたタッチします。で最初に測ったのはこの上から選ぶんですね。3m50.1、 はい、これです。でまた下の線のボタンをタッチして黄色い状態にして、ここからこんな感じかな、ちょっと真ん中に寄せます。でこれをタッチして、これが 3m73、 これはい、でまたタッチして伸ばして、ここが3m49.4、 はい、よいしょ。最後にこっからここまで測りました。これが 3m74 と、はい、
こんな感じの小屋の大きさでございました。うん、今測ってみて思うんだけど、なかなかそれなりに精度高く作られてたんだなって改めて思います。まあ3メーター50以上あって誤差数ミリなんで、まあいい方じゃないですかね。ということで、こんな感じで建物の四隅を簡単に測れるっていうことで、まあこういう風に使うのであればかなりありかなと思います。はい、ということで今日はこのねレーザー距離計をレビューしていきましたが、このレーザーを当てる対象物がないと計測できないっていうことから、平面を測るっていうのはなかなか厳しいものにはなるんですけれども、最後にやったようなね小屋の四隅を測って小屋の大きさをね調べるですとか、あと家の中であの家具を作りたいってなった時に、その家具をねちゃんと収める場所、そこをあらかじめ測るっていうことになると、こいつの力が発揮されるのかなと思います。 DIY をね始めようとするときって、既製品に何かしらの文句があったときなんですよ。大体の方って棚を買おうと思ったときに、既製品だとちょっと隙間が空いてしまうとか、またはちょっとだけ大きすぎて入らないとか、そういった時にね、それだったら自分で作ろうかなって思うわけなんですけれども、家の中の例えばちょっとした棚をね作ることが多いとか、家のまずスペースを手軽に測りたいとか、そういったことが多い人にはね刺さる商品かなと思います。で、見た目もすごいねスタイリッシュで、この穴が開いててこんな感じで遊べますんで、なので物としても面白いのかなと思います。見た目はすごいおしゃれですよね。長い方が7センチ3ミリぐらいですね。短い方3センチ3ミリぐらいかな。で、厚み 1.6 ですね。これぐらいの大きさなので気軽に持ち運びができると思います。まあ値段は少々高めなんですけれども、まあ USB で充電できて気軽に持ち運びできてっていう点を考えると、まあ便利なのかなと思います。まあ正確に精度を出すってなるとあれかもしれないですけど、長い距離測るってなるとねなかなか難しいので、今みたいに 3m50 とかなかなか大変なんで、そういった時はね非常に楽ですね。スイッチ押すだけで終わっちゃいますん で、それがねスマホにリンクしてスマートフォンの方に距離が飛んでくるっていうのは非常にいい商品なのかなと思いました。はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。この動画を見てちょっとでも面白かった、参考になったって方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。